この子は。しょうがないね。ほら、これあげるからしばらく表で遊んどいで。でおばさん、これそれからできたもんもらっていくわ。どうもいつもお世話様です。あら、三郎ちゃんは今ね、うるさいから追い出したとこなんですよ。そう、これあげてちょうだい。いつもどうもすいませんね。どうぞ。いい加減にしないと母ちゃん怒るよ。坊や、よく自動車見て通らなきゃダメだよ。どこだい坊やのお家？あっち。よかったわ、恵子ちゃん。はしかもすっかり良くなったわよ。お父ちゃん、お母ちゃんは？お仕事。そう、それで恵子ちゃん今日は一人でお留守番？そう、偉いわ。恵子ちゃん、これ可愛いわ。危なくトラックに轢かれそうになるのを見たしね。本当？うん。どうなの？やっぱり保育所がなければダメなのよ。子供が喜び、親が安心できるところ。なんといってもそれは保育所よ。そりゃそうだけどさ。だってそんなもの私たちの手で作れっこないじゃない。もちろん私たちで作るんじゃないわよ。じゃあ誰が？市役所行くのよ。え、市役所？ねえ夏子さん、こういうことは確か市の厚生会近所すればいいんでしょ？ええ、確か厚生会よ。ねえ、一度みんなで市役所行ってみない？簡単に行かないぞ。無理じゃない？急に行ったって。第一、急場の間に合わないじゃない。そりゃそうよ。だけどそんなこと言ってたらいつまで経ったってね。夏子さん、やってみない？どう？清さん、俺役所ってのどうも虫が好かねえんだ。何言ってんのよ。清さん一人になんか頼まないわよ。頼りないくせに。厳しいな。地域の青年部の人たちみんなに働きかけていくのよ。頑張って清さん。いいと思うわ。そうなったら地域の一斉検診だってやれるし。
保育所作りのことで保健師さんが市役所へみんなを案内して行ったんですって。伺いますがね、保健師さんは保健師のことをやってればいいんじゃないの。物事にはね、持ち場持ち場っていうことがあるんですよ。すいません、そんなつもりでなくて、つい民生児童院さんのこと忘れてたんです。それに保育所があれば、幼児の健康管理が今までよりずっとうまくいくと思ったもんですから。ところが厚生課で断られたってわけ。予算がないって。だから民生児童院さんのところにご相談に上がったんです。そう、ずうずうしいわね。でも今言ったあなたの話、保育と健康管理を結びつけようっていう、それよ、賛成、賛成よ。私にね、いい考えがあるの。あのね、なるほど、よくわかりました。確かに保育所というのは必要です。私からも一つ市の方々によく話しておきましょう。市議会の連中もよく知ってますからな。ああ、やっぱり私の目に狂いはなかった。吉谷さんのような有力者にお願いしとけばことが早く運ぶと思ったんですよ。ねえ皆さん。しかし若い人たちの真面目な努力には全く感心しますな。私も及ばずながら大いにお力添えしましょうな。もったいないものを見逃してるぞ。何やっから。見ろよやっちゃん、ほら。広沢さん、借りましょう。ここをお借りしてせめて一人の遊園地にでも使わせてもらいましょうよ。私たちだけで出過ぎだったら市役所からも誰か来てもらって一緒に頼んでもらいましょうよ。どうみんな。そうね、それは目が。いや、吉じゃない、まったく。まったくだよ。本当だわ。なんですって。うちの空き地を遊園地と、とんでもない。あの空き地をお貸しすることはできませんよ。でも、先ほどはできるだけの協力はすると。それとこれとは話は別。お貸しすることはできません。今すぐ保育所はともかくとして、せめて児童の遊園地ぐらいはと市の方でも考えていたもんですから、なんとか子供たちのために貸していただきたいのですが。いや、せっかくですが、実を言うともう売る人が決まってるんでね。どうしてもダメでしょうか。残念です。何さ、調子のいいこと言ったくせに。残念です。でも吉谷さんのとこでもいろいろ都合はあるのよ。他にもっといい空き地探しましょうね。あなた、どうしてあんな売りもしないで土地の値上がりを待ってらっしゃるくせに。何を言ってるんだよ。他のこととは違うよ。移動遊園地なんかに一旦貸してみろ。いつ帰ってくるか分かりゃしない。それにその間にいい買い手でもついた時にはどうするんだ。何かことでも起こったら面倒だ。第一、遊園地なんかに貸してみろ。うるさくて仕方がない。うちにだってまさしこがいますのに。まさしこはちゃんと幼稚園に行ったる。それにお前さんもあんまり丈夫じゃないんだ。静かにしてじっと値上がりを待つのが一番さ。
たちはいろいろ他の空き地を探して歩きましたが、適当なところは見当たりませんでした。安子、お前近頃保育所を作ることで飛び回っているらしいが、あんまり飛び回っていると嫁入り前の体でみっともいいもんじゃないぞ。だって私内職をしてもらっているうちを一軒一軒回っているうちに、そこの子供たちがとっても可愛くなったのよ。だからしかしその子供たちには親がいるんだ。出過ぎたことはせん方がいい。だってお母さんたち内職や共稼ぎでなかなか子供たち見てやれないのよ。お母さんたちがいながら見てもらえないなんてことやっぱり不幸よ。だから私たち地域の青年部で相談して、せめて自分たちでできることを子供たちにしてあげようとしてるのよ。お父さん、私子供たちのことしてるからってお仕事怠けたりしないわよ。よいしょ、そらでした。そら、誰か。さあ、みんなお芝居を始めましょうね。えっへん、わしは武甲山に住む狼じゃ。うおー、人間のおいしい匂いがするぞ。クン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 。ちょうどそこへお母さんのお使いで隣村へ行ったひろみちゃんが帰ってきました。あ、いきね、俺まだ仕事があるんだ。ちょっと待って、帰らないときっとお母さんが心配してらっしゃる。怖い狼なんか出なければいいけれど、私たちって人形劇やらない？人形劇？子供たちのためにやるのよ。俺芝居なんてやれないぜ。うん、またそんなこと言う。そうよ、みんなで勉強すりゃできないことないわよ。そうよ、どう？でも仕事持っててやれるかな。大塚さんだって本間さんだって恵美ちゃんだって働いてるわ。清さんだっておうちの仕事やってる。私だって一人でやってるんだもの。忙しいわ。でもそこを切り抜けるのよ、みんなで。ねえ、みちゃん、きよしさん、頑張って。厳しいな。私たちは早速人形劇のグループを作り、夜わずかな時間を割いては町の公民館に集まって
まず人形作りを始めました。苦しいけれどもそれは楽しい時間でした。そして練習、私たちはやがて初めて公演の日を迎えました。はい、皆さん、もう用意ができたかどうかお人形さんに聞いてみましょうね。もういいかい、まだだよ。ほら、まだらしいわね。みんなの拍手が足んないのかな。じゃあ一緒にね。はい、もういいよ。ほら、始まるわよ。こんにちは。ご苦労さん。おー、どれ起きようかな。どっこいしょっと。さてと、顔洗うの面倒だから洗わないで食べよっと。むしゃ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 。はあ、お腹がいっぱいになったらまた眠くなっちゃった。もういっぺん寝よっと。大ぶたくんの家だな。呼んでみよう。大ぶたくん、大ぶたくん。おや、まだ寝てるのかな。大ぶたくんは寝坊だな。大ぶたくん、もう眠い。誰だ。なんだ、小ぶたくんか。こんにちは。大ぶたくん、せっかく作ったってこんなわら小屋のうちじゃ、お山の狼が来たらいっぺんに吹き飛ばされてしまうよ。なに、狼だって。狼なんて来たって怖いもんか。なんだ、狼なんてそりゃ怖いんだから。僕とっても丈夫なレンガの家を作ったんだよ。大ぶたくん、うちを見においでよ。やだよ。僕、狼が来ると怖いから帰るよ。さようなら。なんだ、大ぶたの弱虫。狼なんて来たって怖いもんか。なかなかお上手ですこと。行ってみよう。危ないぞ。おや、小豚が一匹この辺りにいたようだったが、どこへ行ったかな。こんなところにわら小屋がある。この中に隠れたな。やい小豚、出てこい。出てこいったら出てこい。出てこないな。よし、こんなわら小屋なんか、オオカミ様が一吹きで吹き飛ばしてやるから。さあ、もう一吹き。今度こそ。青年部の人たちにこうして子供の面倒を見てもらって本当に助かりますわ。その上欲を言っちゃなんですけど、子供のない人にも関係のあることで、例えば私ん家の前の道なんかそりゃひどいんですよ。本当ですね。それにゴミ集めもね、なんとかもっと頻繁にしてもらえないもんでしょうかね。公民館を会場にして保健所で健康診断してもらえないでしょうかね。家族計画とか血圧測定なんか希望してる人はそりゃ多いんですよ。
作りたい一心で他のことに頭が回らなかったけど、問題はいっぱいあるんだわ。そうよ、ただ口に出さないだけ。今日愛したことが言われたってのはつまりあんたたちが信頼されてる証拠よ。信頼だなんてそんな、うん。可愛いもんだな。よし、僕も頑張るぞ。私、何とかして子供たちやお母さんたちの一日健康相談を開いてみた。ね、力になってみんな。やりましょう、夏子さん。婦人会としっかり手を握って、うんと署名集めましょう。うん、やろう。みんなでやろうよ。ね、みんなで。一体となった私たちの活動は市の公正化、それに保健所の尽力を得て無料奉仕による一日健康相談所を開くところまで発展しました。ありがとうございます。撮ってみましょう。レントゲン。お父さん、決まります。まさしこすべて見てもらってきます。ね、あなたもいらっしゃったら。わしはいかんよ。せっかく青年部や婦人会の働きでやってもらうようになったんですよ。その青年部とかいうのがわしは気に食わん。工場ね。工場だ。わしは断じていかん。うん、ちょっと高いようですね。え、高い。普通で135から140、あなたの場合は185ありますからね。185。ところが、あの吉谷さんだけの問題じゃないんですよ。分かっています。じゃあ買ってしまいましょうよ。はあ、でも吉谷がご存知のように頑固なものですから。あ、奥さん、どうだった三郎ちゃん。影があるって。そう、でもまだほんの初期だから用心してれば大丈夫だって。よかったね、早く分かる。すいません、買ってばかり言って。すぐ手伝いに来ますから。よかったね。大丈夫ですよ、心配しなくても。お大事にね。大事にね。奥さん、奥さんには私たちの気持ち分かっていただけると思います。もう一度ご主人とお話しさせてください。とにかく私たちの手できれいに除草すると言ってるんです。みんなの問題なんです。健康を守る問題なんです。お願いします。そうしておいて
後で児童遊園地に貸せっていう筋書きじゃないだろうね。水ひたりさんがお貸しになりたければ別ですけど小児麻痺は流行ってるし、これからは日本脳炎の流行期、蚊と蠅の発生源を残しておいたら私のうちの責任です。ねえあなた、大事な雅子のためにも。はっきり言っておくが、除草することと児童遊園地に貸すこととは別問題だからね。皆さんのおかげで助かりますわ。あなた、今日はまさしこまであんなに元気で。この近くに住んでいる百姓の五兵衛じゃ。今日は良い天気だから大根を抜こうと思う。さて、ややしばらく来ないうちに立派な大根になったわい。嬉しいことだ。さあこれから抜くとしよう。よいとこしょう、うんとこしょう。ああ、これは随分深く根を張ったものだ。わしだけの力ではどうにもならん。誰か来ないかな。パンパカパン、パンパカリン、パンパカパン。ごへいじいちゃん、こんにちは。いやー、たぬきのたぬきちか。こんにちは。おじいちゃん、何をしてるの？ちょっと見ておくれ、この大根を。わしが丹精して作ったんだ。どうだい、うまそうだろう。わしはこれで大根汁を作ろうと思っているんだ。じゃあ早く抜けばいいじゃないか。ところがあまり根が深いのでわしの力で持て余しているところだよ。おじいちゃん、わしが抜いてあげよう。とんでもない。この力自慢のわしが抜くことができないで困っているのに。なーに、僕なら大丈夫です。見てるといいんですよ。よいとこしょ、うんとこしょ。どうだ、お前の力でもダメだろう。まいったまいった、あーくたびれた。そうだ、二人力を合わせてやってみよう。それがいい、それがいい。二人ならきっと抜けるよ。いいか、それよいとこしょ、うんとこしょ。あー疲れた。おじいちゃん、二人の力で抜けないなんて残念だね。誰か来ないかな。あ、ニワトリさんがやってきたよ。ボケコンコー。あなた、まさしこがあんなに喜んで。ニワトリさん、大根汁を作るんだ。手伝って抜いてくれないか。いいか。おいでなすか。じゃあ頼んだよ。そら、うんとこしょ、よいとこしょ。あ、痛い痛い、待ってくれ待ってくれ。そんなに引っ張ると尻尾がちょん切れてしまうよ。ごめんなさい、僕の方が引っ張りやすかったんですもん。僕の体を引っ張るんだよ。あったかい。じゃあやり直した。そうだ、うんとこしょ、よいとこしょ。あー疲れた。3人の力でも抜けないなんてお化けの大根かもしれない。もう抜くのはよそうかな。
それはいけませんよ、おじいちゃん。もう一人誰かの力を借りましょう。それがいいわ。それまで一休みしましょうよ、ね。それがいい、それがいい。ダッサイショおいしそうな鶏だ。捕まえて食べてやろう。本当に助かりました。来年は何とか予算を組んで保育所を作りたいと思ってます。ところで吉谷さん、とりあえず1年分の時代といっては大げさで、まあ謝礼金ぐらいかもしれませんが、多少とも予備金のほか捻出したいと思ってます。いや、私も頑固なことを言い続けてきましたが、若い者の活動に今度こそ本当に考えさせられました。どうか、まあその話は。それでは吉谷さん、あんまり。まあ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 、みんなで力を合わせて地域を守る。その代わり課長さん、来年度の保育所予算の確保の約束を守らないときは、それこそ目玉の飛び出るほど地代を請求しますぞ。これは一本釘を刺されましたな。なあ林君。ああ山ほど残っています。でもこうして私たちみんなで力を合わせれば、やがてそれらのことも一つ一つ実現していくものと、みんなで希望に胸を膨らませています。